デイビッド・ローレンス・ゲフィンはアメリカのレコード会社経営者、映画プロデューサー。アサイラムレコード、ゲフィンレコードの創設者として有名。ニューヨーク・ブルックリンのバラパークに生まれる。1960年代半ばにニューヨークにあるウィリアム・モリス・エージェンシーの社員としてキャリアをスタートした。独立後にローラ・ニーロを発掘し、そのマネージャーとなる。彼女の楽曲を フィフスディメンションやスリードックナイトに売り込んだことをきっかけにロサンゼルスの音楽界に人脈を作り1968年頃に同地に拠点を移すゲフィン・ロバーツ・カンパニーをウィリアム・モリス・エージェンシーの後輩であるエリオットロバーツと共に設立また1969年2月1日にマネージメント会社のデビッド・ゲフィン・エンタープライズを設立し クロスビー・スティルスナッシュのビジネスに関わる一切、合彩を引き受けることとなった。ゲフィンの初仕事は彼らのレコーディング契約の獲得だった。スティーブン・スティルスはスーパーセッションでコロンビアレコードからそこそこの金をもらい、グレアム・ナッシュはコロンビア参加のエピックレコードとすでに契約を交わしていた。バーズとしてコロンビアと契約していたデビッド・クロスビーは グループ脱退後、同社から関係を解消されていたが、ゲフィンの頭にあったのは、コロンビアであった。スティルスを、アトランティックレコードの契約から解放するために、彼は同社に接触し、プロデューサー兼共同会長のジェリー・ウェクスラーとの面会を設定した。この打ち合わせでゲフィンは、ウェクスラーのオフィスから文字通りつまみ出された。しかし翌日、ゲフィンの元へ、同社の創設者、 アーメット・アーティガンから電話がかかる。アーティガンは反対に、ゲフィンを説得し、アトランティックとクロスビー・スティルス・ナッシュとの契約を成立させた。これによりレーベル間で交換がなされ、バッファロースプリングフィールドの元メンバー二人、リッチー・フューレイとジム・メッシーナは、コロンビアに行き、ポコを結成することとなった。1970年に新人として、ジャクソン・ブラウンを、 アトランティックレコードと契約する際に、アトランティックレコードは、ゲフィンにレーベルを設立することを勧め、その資金を半分出した。これが、アサイラムレコードである。アサイラムレコードは、ジャクソン・ブラウンのほか、イーグルス、J.D. サウザーなどの新人を送り出すとともに、リンダ・ロンシュタットや、ジョニ・ー・ミッチェルを他レーベルから移籍させ、大成功を得る。一時的だが、ボブ・ディランと契約していたこともある。 1973年にアサイラムレコードはエレクトラレコードと合併し、ゲフィンは新会社、エレクトラ、アサイラムの社長となった。1975年には、グループ企業のワーナーブラザースに転出するが、間もなく病気療養のために一時引退。1980年に業界に復帰した、彼はゲフィンレコードを設立。長らく引退状態にあったジョン・レノンの、 ダブルファンタジーを送り出し、再び花々しい成功を収める。その後も、エルトン・ジョニア、エアロ・スミスといった大御所を他社から引き抜くとともに、ニル・バーナ、ガンズ・アンド・ローゼズ、ベックといった若手をブレイクさせた。また、ゲフィン・レコードに続いて、ゲフィン・フィルムズを旗揚げし、ビートル・ジュース、ビートル・ショップ・オブ・ホラーズなどの映画を送り出した。ブロードウェイ・ミュージカル。 キャッツのプロデューサーの一人でもある。1990年にゲフィンレコードを MCA に売却。業界史が選ぶエンターテインメント業界の実力者の10位にランキングされた1994年にはスティーブン・スピルバーグ、ジェフリー・カッツェンバーグと共にドリームワークス SKG を設立した。1996年にロサンゼルス現代美術館に500万ドルを寄付し、新刊。 テンポラリーコンテンポラリーの階層に寄与。その新刊はケフィンコンテンポラリーやっとモカと解消された。ありがとうございます。